マルティン・カセレス、ホセ・マルティン・カセレス、シルバ、ホーゼイ・マートン・カッセルス・シルバ、1987年4月7日イは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手、ウルグアイ代表、SS ラツヨ所属、ポジションはディフェンダー、本職はセンターバックだが、サイドバックとしてもプレーもできる。地元のディフェンソール・スポルティングから、プロデビューすると、若くして、 レギュラーポジションを獲得し、2006から07シーズンは26試合に出場して4得点を挙げた。2007年2月2日、スペインのビジャレアル CF に完全移籍した。7月27日に、レクレアティーボ・ボエルバにレンタル移籍し、守備のようとして活躍するとともに、2008年1月9日のコパデルレビジャレアル CF 戦では、 決勝点となる重要な得点を挙げた。2007から08シーズンは公式戦を通じて40試合近くに出場して4得点を挙げ、2008年夏にレンタル元のビジャレアル c f に一旦戻った。2008年6月4日に4年契約で FC バルセロナに完全移籍し、違約金は5000万ユーロに設定された。FC バルセロナから ビジャレアル c f には1650万ユーロ、約26億8000万円の遺跡金が支払われてい。背番号は2番。2008から09シーズンは2度の負傷や、ジョゼップ・グアルディオラ監督の判断などで、あまり出場機会を得られず、怪我から復帰した後も、首相のカルレス、プジョル、ジェラール・ピケ、ラファエル・マルケスに次ぐ4番手のセンターバックという、立ち位置は変わらなかった。 しかし、校長を維持したクラブは、コパデルレー、リーガエスパニョーラ、UEFA チャンピオンズリーグの3冠、トレブルを達成し、控え選手ではあったものの優勝に貢献した。2009年8月6日、イタリアのユベントス FC へ、レンタル移籍し、1100万ユーロを支払えば、完全移籍できるオプションも付けられた。 背番号は当時監督であったチロフェラーラが着用していたバルセロナ時代と同じ2番。翌日に行われたフルスビジャレアルとのプレシーズンマッチに早くも出場し、9月12日の SS ラツオ戦に右サイドバックとして出場してリーグ戦デビューを果たすと72分にこぼれ球を押し込んで先制点となるセリエ A 発得点を決めた。 シロフェラーラ監督の下で良いスタートを切ったが、2010年になってからは度重なる負傷で出場機会を減らした。2010年8月27日、セビージャ FC にレンタル移籍した。2010から11シーズンは25試合に出場。2010から11シーズン終了後に、セビージャが500万ユーロで完全移籍できる買取オプションを行使しかん移籍となった。 2012年1月27日、ユベントスへの2度目レンタル移籍が決定した。レンタル料は150万ユーロ、買い取りオプションは800万ユーロというものである。背番号は、同郷の英雄、パオロ・モンテーロが着用していた4番。2月8日、ユベントス復帰戦となる、コッパイタリアのミラン戦では2ゴールを挙げる活躍を、見せる。 また3月25日のインテル戦でも決勝ゴールを挙げ勝利に貢献した。シーズン終了後に、ユベントスは買い取りオプションを実行、完全移籍となった。契約は2016年までの4年間である。2016年6月30日、ユベントスはカセレスの契約切れに伴う対談を発表し、無所属期間を経て、2017年2月16日に、 サウサンプトン FC へ半年間の契約で加入。退団したジョゼフォンテの後釜として期待されたが、吉田麻也とジャック・スティーブンスからポジションを脱図プレミアリーグ1試合の出場に終わった。2017年8月4日、セリエ A へ復帰したエラス・ベローナ FC へ1年契約で加入。なおベローナ加入時に SS ラツヨとクラブ間で水面下の交渉を行っており、 半年でラツオへ移籍することが前提での加入だった。2018年1月8日、SS ラツオと1年契約を結んだ。2007年にカナダで開催された FIFAU-20 ワールドカップでは U-20 ウルグアイ代表の全4試合に出場し、そこでの活躍がヨーロッパ移籍につながった。2007年9月12日の南アフリカ代表戦で、 ウルグアイ A 代表デビューし、オスカル・タバレス監督が率いる A 代表では、センターバックとしても左サイドバックとしても起用された。2010FIFA ワールドカップ南米予選では、レギュラーとして12試合に出場し、本大会では準決勝のオランダ代表戦と3位、決定戦のドイツ代表戦に出場した。2011年6月23日の エストニア代表との親善試合で代表初得点を挙げた。2014FIFA ワールドカップ予選ではプレーオフを含む8試合に出場し、本大会では決勝トーナメント1回戦のコロンビア大戦を含む4試合に出場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。